こんん、にちは、創価塾のでです。すす山本太郎さんすごいですね。私が山本太郎さんを知ったのは南の帝王の射程役でね、出ている時だったんですけども役者としてはまあ、いまいちと言いますかすごい役者さんだったんですけども主人公をねだん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 やるとかシリーズもんでレギュラーで出るとかっていうタイプではなくてやっぱりいい脇役主役をものすごく、ね、支えてくれる人っていう感じだったんですよね。まあでも、 そういう意味でも山本さんっていうのは人生の今第2フェーズ第3フェーズが訪れたんですよね自分が先頭に立って自分が顔になってやっていくとそして多くの人を支えていくという風なねそんな感じに私から見えてしまいますさあそこでですねこの山本太郎さんを心から応援したいという方が次から次へと出てきてるわけなんですよこれ、えー、ここに書いてあるのはね須藤元気さんですよね立憲民主党を入った途端また離党してですね それこそ、れこいろんな批判があるのも覚悟の上でそれでも自分の気持ちは曲げられないということで山本太郎さんを1位にしたい自分の身体は考えていないということでまさに自分の身を投げ打ってですね、山本太郎さんを支えているということでものすごくね、やっぱ格闘家らしいなと骨太だなと思ってますよね。 やる以上を自分に一番得があるように振る舞っていきたいっていう人は山ほどいるんですよ。そういう人を我々はずるい人って呼ぶんですよね。コウモリって呼んだりね。そうではなくてもう自分の身が砕けようと滅びようと消耗品のようになろうとも自分のやりたいことをね先頭立ってやってくれる人にもう尽くしていきたいと。自分にリーダーダとしての 気迫があれば気概があればそれをやるんだけども自分よりも力量の備わってる人がいるんだったら自分が出る必要はないとじゃあこの人を下支えしていこうかなと、まあ、須藤元気さんも格闘家ですからね戦って勝って自分がチャンピオンになることをやっぱ考えていた人だと思うんですよ、うん、でもその戦いの場でこの人にはかなわないからこの人に尽くしていこうと思えるところがすごいなと思うんですよしかもねこの山太郎さん本当最近むちゃくちゃぶっ飛ばしてますよね うん、で離党騒ぎが勃発したって書いてますよね。党はいまだ離党届を受理しておらずって書いてますから、令和新選組に移籍することができない状態です。まあでもね、立憲民主党としても辛いですよね、こんなことをされたら、離党届を受理しない方があ二重にもう恥ずかしいと言いますかね、未練がましいというか。まあ、言ってみれば、須藤元気さんっていうのは、最近、なんとかね、ギリギリで、 立憲民主党に参加した方ですから、立憲民主党としては別にいらないといえばいらないんですよね。うん、で、立憲民主党自身も、そんなに今ね、うん、第1野党なのかっていうと、かなり怪しいと。どちらかというと、最近はね、あの共産党の方がまともなことを言ってたり、いやいや、はっきり言ってね、れいわ新選組がもう一気にトップですよ、野党の。うん、あの全部令和新選組に合流した方がいいぐらいですよね。うん、で その中で、えーと、先日のことなんですけども、2、3日前ですけども、なんとね、馬淵純夫さんが応援演説に来てると、プラス、これははっきりとしないんですけども、自民党の中にも合流した人がかなりいて、えー、今、自民党の中もね、いろいろとこう盛り上がってるんじゃないかなと思います。令和新選組ののの方がまとととともなこと言っってててるるぞと俺たちちち、うん、所属してる党っていうのはめゃゃくちゃだぞと <laughs> なんか閣僚がね犯罪ばっかり起こしてると <laughs> で、その犯罪の火消しをするのに、安倍総理、いいかね、血眼になっていて、え俺たちの総裁って、なんか告発されてるぞとかね、桜を見る会、どう考えてもおかしいよねとかね、ただ、おかしいおかしいと思っていても、なかなかね、表立って攻撃も批判もできないし、自分の将来や就職活動もあるから、自分の党をね、なかなか攻めることもできないなっていうところで。 やきもきしてる時に、もしかしたらこのれいわ新選組山本太郎が日本を引っ張ってくれるんじゃないかなとかねいやまともなこと言ってんの、ま、とこの山本太郎だけだぞみたいなことになっているんではないかなと思うんですよいやいや山本太郎さんが都知事選に立候補しました立憲としては宇都宮さん支持ですが個人的に山本さんを応援しますこれもすごいですよね党として宇都宮さんを出しているのにそこにね迎合せずに いや俺個人としては山本太郎さん以外ないんだともうどうなってもいいからこの人応援するんだみたいなねうんすごいですよね、えー、で、えー、須藤氏は当執行部に対し国政ではないですし一都民として山本さんを応援したいと進言したというこれまともなこと言ってますよねツイート削除に応じなかったために執行部からはじゃあやめてくれと言われたと証言する、うん、まあねやめた方がいいでしょうね あの須藤元気さんは、令和新選組に合流した方が、国民のためになると思いますねあ。立憲民主党って誰のためになってるんですかね。誰のためにもなってない、あの枝野さんがあの立憲民主党を立てたときっていうのは、すごく良かったんですけども、それからなんか訳の分かんない人になっていったなっていう気がするのは、私、非常に残念なところなんですよ。本当に野党党党の、ね、あの民民主主失敗を全部飲み込んで新しい民主党としいとて 出発しててくれいいるんじゃないかなかとあの自民党に唯一対抗できる政党そしてあの東日本大震災の危機の時にね官房長官を務めたというその実績をもとに野党全部を引っ張ってくれるのかなと思ったらどうも枝野さんはうんまあ人を攻撃する弁説は立つんですけども、うん、まあねはっきり言って。 自民党にいた方がいいような気がしますね、エアさんはね。<laughs> 私のね、ばかな感想ですけどもね、えー。まだまだね、言いたいことはあるんですけども、ちょっとこの文章、あいらのね、ところを読ませていただきたいんですけども、工藤氏は6月17日、福山哲郎幹事長に離党届を提出、えー、意思を貫きたいとツイートも削除せず、7月3日を現在も残したままだということで、かなり骨太ですよね、須藤元気さん。なんか宇宙人にもあったらしいですけどね。 それはあまり関係ないんですけども、やっぱりこういうね、ぶち抜いた人とか、突き抜けた人とか、忖度しない人、こういうのが次の時代に求められてるんですよ、自分の心に正直な人ね、ずるくない人、こういうのが受けると思います。須藤氏は6月17日、記者会見で涙ながらにこう主張した、どうですかね、やっぱり涙ながらに自分の主張する政治家って、須藤元気さん以外には、誰がいる山本太郎さんでしょ。 そして N コットの立花隆さんも演説中によく涙を流しています。心から語っているからそうなるんだと思うんですよ。ね、どこかの、ね、プロンプターとか、ね、官僚の用意した文章を作文を読んでいるような人とは訳が違うと私は思います。世代交代したいんですよ、もう上の人たちには引退してもらいたい、その通りですね。消費税、減税とかそういうことを言うたなとか何が言うなだよ、いいじゃないですか、言ったって。本当その通りですよね なんか単なる古株の圧力なんですよ、これは。メンツみたいなね、国民のこととか、あの社会のことじゃなくって、自分たちの小さな世界のこと、メンツのことなんですよ。で立憲民主党だけが悪いわけじゃないですけども、そういうふうなね、政党を揺るがさないために演じることによって、世の中が揺らいでしまうんですよね。 で政党が揺るぐようなことを須藤元気さんみたいなことをすれば政党は揺るぐかもしれない、だけども社会は揺るがなくなっていくと、これはね小川淳也さんの言葉ですけどもね、そういうふうに私は思いますね。ほ、まあ、他にもいろいろと、ね、言いたいことがあるんですけども、その野党共闘の時に消費税5%でとりあえずは合意するなんてことは、朝飯前にやらないと、もっともっと難しい問題で共闘なんてできないですからね。でそういううい意味で言うと自民党なんてのは あことの善悪を抜きにして組織を従わせる能力は強いと思うんですよでそこで負けちゃいけないんですよねだからやっぱりねたくさんの人をまとめるってことたくさんの人に須藤元気さんみたいに自分のお世話になった党を抜け出してでもここに来たいって思わせるだけの熱量がこの山太郎さんにあるんじゃないかなと思いますあのなんかねよくねあの 左翼だとかなんとか言う人いますけどもそういうくだらないことを言うんじゃなくてもうはっきり言ってねあのとりあえず山本太郎さんの方が圧倒的にまともだと思いますようん私はねでもちろん権力を取ったら人は変わるかもしれませんし本性を表すかもしれませんけども、まあ、それはそれでいいんですよもともと本性がねどうしようもない人とかね <laughs> いるわけですからねうん山本太郎さんね都知事になっていただきたいなと思います 確かに15兆の財源どうするって問題ね、ありますけども、じゃあ、それを使わなかった場合、他にいい策があるのかって言ったら、15兆を批判する人には他の策ないんですよ。だったら、もう口頭無形かもしれないけども、この15兆って案に、まずはね、乗ってみる、でもし財政破綻したり、どうにもならなくなったら、それは一緒にやり直しましょうよって形ですよ。山本太郎さんが失敗するなら付き合いますよって気持ちで、私は考えてますけどね。 では本日は以上です。